滋賀町は石川県白衣郡にある町。本州の日本海側にある能登半島のほぼ中央に位置する。総面積196.84平方キロメートル。高地面積29.90平方キロメートル。林野面積は16,171平方キロメートルあるいは162.07平方キロメートル。山路岩尾門、能登混合の一部。 平地海水域陸水域 CF、石川県の二級水系一覧、沿岸地形レッドデータブックの絶滅危惧愛類に指定されている怒りンハ半妙は、本州では、賀町から、白石にかけての海浜にのみ、日本列島全体でも能登半島のほかは、九州の宮崎、鹿児島両県にのみ生息する希少な昆虫である。このことから、滋賀町大島から、白石、 芝垣町の日付は和暦による旧暦を、おもとし、丸括弧内に西暦を添える。同年4月は、旧暦4月の位、同年4月とあれば、旧暦4月の位。戦士時代、地質時代、縄文時代、弥生時代、勇士、以前全般古代、中世安家時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、近世安土。 桃山時代、江戸時代、近代以降、明治時代、明治開元後日清、戦争後日露戦争後、大正時代第一次世界大戦後、昭和時代太平洋戦争前太平洋戦争,洋戦争中、太平洋戦争後、平成時代第三次滋賀町成立後2019年5月現在町役場役所に、関して、滋賀町では、本庁方式を採用している。 税務広域行政サービス一部事務組合である、白衣軍史広域県事務組合の管轄区域である。構成団体は、白衣市、志賀町、放達清水町。組合長は、白衣市町。公共サービス施設、消防救急救命防災防災システム、災害時応援協定災害時逃走後、応援協定締結都市は、以下の通り、 上水道下水道各分野の主な公共施設ほか、清掃再使用、再資源化最終処分日本国内日本国外、かつては繊維工業で栄えた。現在では電気機械の製造が盛んである。現在の市賀町は若葉台地区に設けたのと中核工業団地、及び堀松工場団地で広く企業誘致を行っており、 多くの製造業者の工場が参集している。地元企業は創業の早い順、誘致企業は当地域への誘致実績が早い順に記載する。グループ企業の場合は最も早期に実績がある、所属企業に連ねて他も記載する。電力業、死が原子力発電所その他水運業、水産業高等学校、中学校、小学校幼稚園、白衣軍士、広域県事務。 組合管轄区域にあり、仮想業務を行う最場は、以下の2カ所である。北前船の流星期には、福浦港や、阿部屋港、高浜港などを拠点とする繁栄を見せた。1683年に、白衣軍阿部屋村で生を受け、先に、江戸地に渡って北前船海鮮丼やアヘアを起こしたハリエ家の使用人から独立した、初代、村上伝兵は、 当地域と正木藩を呼び、江戸地を結ぶ、象徴的存在である。北前船の繁栄が遠い昔となった現代では、福浦港は地方港湾に、他は地元漁港となっている。1972年6月25日に、北陸鉄道の都線が全線廃止されたことにより、地域内の鉄道駅はすべて廃駅となり、これ以降、当地域は、 鉄道空白地帯となった。道路旧街道現代の道路道の駅陸上公共交通自然物、自然物主体の名所社寺旧、福浦東大三セットヒルイマスホのベンチ、滋賀町途切り沖町のマスホ浦海岸沿いにある長い木製ベンチ。全長460.9メートルで、かつて世界一長いベンチとして、ギネス世界記録に登録されていた。 旧石城や館については、城址、城石、館跡と,とすべきところを略記する。その他の施設国の重要文化財として、松尾神社本殿と、高爪神社の聞いた際が六所偶掛仏がある。近世の主要な特産物には、アブヤザラシヌのアブヤ瓦、アブヤチジュミ、アブヤチジュミ寄りなどがある。近現代の主要特産物としては、コロカキ、スイカ、 のと牛などをあげることができる。滋賀町とその全身地域及び全身自治体で生まれた著名人をあげる。生まれとあるのは誕生時に所属していた全身自治体名が特定できないことを意味する。江戸時代の生まれ明治生まれ昭和生まれ出身者ではないが育った活動したなど当地域にゆかりの深い著名人をあげる。ありがとうございます。